こんにちは。前回阪神の開幕の予想オーダーをしましたが、うん、はい、続きまして中日ドラゴンズ、はい、はいはい、まあ、まず新戦力、はい、まあ、新戦力というのは、まあ、外国人ね、はい、をちょっと紹介したいと思うんですが、はい、ロサリオ、はい、左ピッチャー、うん、ね、そんなに大柄ではないんだよね、はい、で少しサイドから投げる、うん、手がサイドから出てきて、はい、スライダーを多く使うという、はい、でスライダーも2種類あって、はい、大きいスライダー小さいスライダーをなんかちょっと投げ分けるような、うん、まあ、すごく器用なピッチャーで、まあ、おそらく中日は中継ぎで考えてんじゃないかと思うんだけども、セットアッパーぐらいでね、はい、で、まあ、150キロ前後かな、そんなに遠くに速くはないんだけど、はい、まあ、スライダーが特徴的だということね、はい、で横の揺さぶりとツーシーム、はい、があって、右はそのツーシームに要警戒かなというような、うん、まあ、スライダーも2種類あるから、はい、やっぱ速いスライダー遅いスライダーっていうのがあってね、うん、で非常に安定感はある、うん、でも先発もできるような器用さを持っていて、はい、先発で使うんであれば、はい、ちょっとやっぱり向こうでも中継ぎが多いんで、うん、スタミナに問題があるかなというようなね、はい、まあそんな印象があるピッチャーです。はい、まあ、このピッチャーがやっぱり中で中継ぎに入るとやっぱちょっとややこしいね。ややこしいややこしいっていうのは、はい、やっぱ中日のその中継ぎ陣っていうのは、はい、昨年確立されたように祖父江福とかね、非常に、まあ、谷本とかで、はい、このロサリオっていうのが加わると、はい、非常に厚みが出てくるんだよね。うん、でなんか中継ぎだけでローテーションを組めるんじゃないかっていう、うん、はい、まあ、そのぐらいの厚みが増してくるんで、非常にロサリオの活躍によっては、うん、より後ろのピッチャー陣が安定をしてくるというね、うん、だから期待感がすごくあるピッチャーだよね。うん、うん、で外野手のガーバー選手、はい、うん、左打ち、はい、メジャーの経験はさそんなにないんだよね、うん、でメジャーに上がると、はい、全く打てないという。で 3A だと119試合に出て3割飛んで8厘、うん、で26本塁打、はい、で2塁打も41本打ってるという、はい、まあどちらかというと、まあ、中距離に近いような、うん、だけど時折のホームランもあるよと、うんうん、ただその日本のピッチャーっていうのが、まあ、これはガーバーが感じなきゃいけないんだけど、はい、メジャーより落ちるなっていうふうに考えると、うん、やっぱ 3A ぐらいの成績は残してくるかなっていう、うん、いいピッチャーは打てないけどちょっと力が落ちると非常にコンタクトしてくるという、うん、でバッターなんだよね。だからここら辺がこのガーバーという選手が日本の投手をどう考えるかなんだよね。うん、だから早く実戦を迎えたいというふうに思ってるんだけどまだ入ってこれないという、はい、ね、それと守備なんだけど、はい、そこそこ足は動くんだよ、はい、そんなに特に守備範囲が広いっていうことではないんだけど、はい、特徴を言えば肩が強い。おで肩が強いだけに一人で投げたがる。ああ、なるほど、わかる、はい、でカットマンを使わないで投げる可能性があるんで、はい、まあ送球した時にバッターランナーヒットを打ったバッターランナーはセカンドまで行かれるケースが多い、うん、だから無駄な塁をやるようなことが多いような選手かなっていうふうに、ん、だからここら辺もやっぱ守備の傾向を見てコーチたちがどういうふうな指示を出すかね、はい、まあそこら辺も整備していかないと広い名古屋ドームだけに、はい、外野の守備も大事だし、一つの塁を上げないということもすごく大事なポイントになってくるよね、はい、だから守備はそんな下手ではない、はい、下手ではない、守備範囲はそんなにないけども肩は強いこと、はい、でそれを踏まえた開幕オーダーがこうなります、はい、こうなります、はい、で1番センター大島、はい、2番セカンド阿部、はい、3番ライト平田、はい、4番ファーストビシエド、はい、5番サード高橋、はい、で6番レフトにガーバ、はい、で7番ショート京田、はい、で8番キャッチャー木下、はい、
で9番ピッチャー大野、はい、この大野が一説によると、はい、あの次のカードが巨人戦なんで、うん、巨人戦に持っていくんじゃないかっていう話もあるんですね、はい、だからここら辺がちょっとわからないところで、まあでも一応今の段階では大野にしておきます、はいね、でまあセンターの大島っていうのはもう鉄板だよねこれね、はい、やっぱ1500本も打って、ね、もうリードオフマンとして、はい、やっぱり1番でいてほしいという。で2番にセカンド阿部、はい、これ強打っていうことも考えたんだけど、はい、まあとりあえず強打の去年のバッティングを見てるとね、はい、ちょっとまだ2番早いんじゃないかなっていう、はい、で阿部の方が右打ちうまいし、はい、打線のつながりを考えた時に、まあ阿部が2番だと非常に相手が嫌だなという。うん、で3番ライト平田、はい、まあ、平田も昨年非常に悪かった、怪我もあった、はい、まあここら辺がやっぱこう頑張ってくれないとさ、はい、あの困るなという。うん、でファーストビシエドでしょ、はい、まあ、サード高橋、まあ、ここら辺はもう鉄板だよね。でレフトガーバー、まあ、6番というのはキーポイントなんだよねここは、はい、中日の。でビシエド高橋っていうのは出塁率もいいしさ、はい、まあ、溜まってくる6番にガーバーが打ってくれるかどうかっていうのが、まあ、得点力が中日がちょっと低いだけに、はい、ガーバーがポイントになる、うん、でもカッコ福田、はい、福田は勝負強いし、はい、だからそういう意味では福田が控えてることが心強いかなという。うん、で7番にショート強打を持ってきたのは、はい、まあ、立浪が一生懸命今強打を教えてるんだよね、はい、うん、でバッティングが良くなれば、うん、これ線を引っ張ってるように、はい、矢印で矢印でね、はい、2番に強打が入るのが本当はベストなのよ、はい、やっぱ足が使えるからね、うん、で阿部を3番に落とし、はい、落としっていうか3番に入れ、はい、クリーンアップに入れ、3番の平田が7番に入る、はい、そうなってくると非常に厚みのある打線になるんだよね、うん、はい、でキャッチャーは木下、はい、ね、まあこういうふうに考えたけども、やっぱポイントはこの打線のポイントっていうのはやっぱビシエド高橋の後に安定感のあるバッターが前に、はい、並ぶ6番がポイントを握ってるんだよ。だからまあ平田でも調子が良かったら平田でもいいんだけど、はい、やっぱ新外国人のガーバ、はい、まあ、パワーもあるしね、はい、だからまあ福田もいるけども、だからここら辺がやっぱこうポイントになってくるかなという打線だよね、うん、まあ中日は昨年、まあ、出塁率という意味でも悪かったし、まあ、あの得点圏打率っていうのが非常に悪かった、はい、だからそういう意味ではやっぱりここはガーバーという選手が打ってくれるとやっぱ幅もできるしね、うん、また強打の成長があれば、はい、平田がガーバーの後ろを打つとか、うん、ガーバーを下げて平田を上げるとか、はい、いうこともできるんでね、うん、だからここら辺の右バッターがポイントを握ってる、はい、それと強打の成長、はい、で立浪がこう教え込んでる、それが実践として生きるかどうかね、はい、で立浪はおそらくいいことを多分教えてると思うし、はい、だからそこら辺の打線の成長ということをやっぱこれ期待する、うん、で打線が成長するとピッチャーがやっぱりいいだけに、ピッチャーもそこそこいいからね、はい、で、まあ、昨年若手が軒並み怪我をして、はい、あまり投げれなかったけども、今年そういうピッチャーが戻ってきてローテーションを組めるようになってきたら十分戦えるメンバーが揃ってきてるというね、うん、はい、まあ、ガーバーがどれだけの活躍を見せるかにもかかってるけどね、はい、アルモンテを切っただけに、うん、あのガーバーがその分やらないとね、日本でのね、日本のピッチャーとの相性があるよね、はい、はい、まあどうなるか期待したいと思います。はい、はい。